陛下への報告は明日でいいでしょう。私は城に戻っていますわ。明日謁見の前いらしてくださいませ。わかった。他のみんなは屋敷で自由にしてくれよ。俺は部屋で休ませてもらう。ティアさん、ティアさん、ミュウ、ティアさんに秘密の。なんだよ秘密の話。ご主人様には秘密です。なん？じゃあお話を聞いてあげるわね。わかったよ。俺は邪魔者だよ。俺消えるのか。いつ、いつ消えるんだ。はい、入っていいぞ。ルーク。なんだティアか、どうした。あなた、フォニムが乖離している。誰からそんな話。ニューヨ、あなたが大佐と話していたことを。私、あいつか。症状はどうなの。もう治ら。そんな。ティア、これは俺とティアの日。他にはジェイドしか知らないんだ。みんなにずっと書く。言っても言わなくても症状は変わらないんだから。どうして。どうせ死ぬんなら生きている時間を楽しく過ごして。いや違うな、怖いんだ。みんなに言ったらみんなが俺に、そうされるたびに俺死ぬんだって自覚させられそうで。ルーク。臆病だろ。今ですらこうなんだ。みんなに知られたら俺ずっと震えて泣いてだらしなく引きこ。だからせめて。バカ。本当俺ってバカだな。ティア、心配かけてごめん。わかったわルーク。でもお願い、もう私に隠し事はしないで。うん、わかった。どうしてこんなことに。ティアさん、辛そうですの。うん、辛いのは私じゃないわ、ルークよ。ティアさんが助かったみたいにご主人様は助からないですの。わからない。だけど大佐が何も言わないならきっと。ミュウ、私には何もできないの。助けてあげられないの。私は、私は。僕も悲しいですの。僕はご主人様が大好きですの。僕はご主人様に助けられたですの。だから僕が代わりに消えてもいいですの。ミュウ、バカなこと言わないで。みんなで、少しでも長くみんなで一緒にいたいの。そのための力が欲しい。私は無力だわ。公爵、大変です。城に神聖ローレライ教団の使者をな。いよいよ来たか。ルーク、私は途上する。お前もすぐに来なさい。宣戦布告ってことになるの。そうだな。とにかく俺たちも城へ行こう。ラルゴ、使者ってお前だったのか。神聖ローレライ教団の使者として参った。同志モースへの返答はいかに。我がキムラスカ・ランバルディア王国はスコアを廃することで合意し、よって神聖ローレライ教団の申し入れはお断りす。それはすなわち神聖ローレライ教団に対する宣戦布告と取って、我々に戦う意志。しかし我が国の領土と民が侵されるのであれば直ちに報復行動に出ると心得られ。分かったか。
ローレライの力を継ぐ坊主。お前がレムの塔でレプリカを消したことで新たな戦いが。スコアとは恐ろしいもの。それは奇弁だ。第一、我が息子は二人とも生きている。父上、どうかな。お前たちも知っているだろう。第七布石には滅亡のスコアが読まれていること。俺たちは生き残る未来を選び取ってみせる。世界を滅ぼさせたりしない。それはこちらとてを同じではありませんわ。あなたはスコアに固執するモースに味方しているではありませんか。それはあなた方の理屈で言えば滅亡に向かって歩いているのではないのですか。私にとって剣を捧げた主はただ一人。それを忘れる。バンか。兄さんはどこかで力を蓄えているのね。でも一体どこに。ルーク、正気のことはすまなかった。しかし死を賭したソチの心意気にわしも胸を打た。もはや神聖ローレライ教団との戦いは避けることが。後ほどナタリアと共に、今こそ心を強く持ち真実を告げる時だ。陛下。お父様どうしましたの。お前に話があるのだ。お前の実の。確か私の本当の母はバーヤの娘な。そう、シルビアだ。しかし父親の。ええ、詳しい話を聞く前にバーヤは知ろう。お前の父はバダックという名の傭兵。傭兵、そうです。バダックの行方が。生きていらっしゃいます。そうだ、この事態だからこそお前には父のことを話さねばならぬ、うん。バダックは今神聖ローレライ教団。そんな、なぜ。何かの間違いだ。いや、間違いない。ルークが死。現在では黒獅子ラルゴとな。嘘。ナタリア、ルーク、何か。ナタリア、本当なんだ。本人にも確認し。ナタリア、どこへ行くの。ラルゴを問い詰めますわ。急げば追いつけるはず。私は認めません。追いかけよう。ナタリアが何をしでかすかわからない。ナタリアのやつ、無茶しなきゃいいんだけど。ナタリアが無茶でもラルゴはあれで案外思慮深いから大丈夫だと思う。ラルゴを追いかけたとなると港か。ええ、砂漠は越えてこないでしょう。港ですの、急ぐですの。そうね、ナタリア、早まらないで。ナタリア、お仲間が来たようだぞ姫。お前はなぜ六人将に入ったのです。そんなことを俺に聞いて。答えなさい。昔妻は、シルビアは、ここから見る夕日が。あの日、俺は砂漠越えのキャラバン隊の護衛を終えて帰宅したと。家に帰るとシルビアも、数日前に生まれたばかりの赤ん坊もいない。嫌な予感ってのは本当にある。家の中に夕日が差し込んで、そりゃ赤くてな。俺は必死になって町中を探したよ。だがシルビアは。シルビアさんは数日後、この港に浮かんでるのを発見された。シルビアは生まれたばかりの赤ん坊を奪われ、錯乱して自害した。そんな。シルビアは体が弱い。だがスコアラーが、二人の間に必ず子供が生まれる。いや、生まねばならぬと言って。それがこの結果を導くためだったと知って、俺はバチカルを捨て。
そして各地を放浪している時にバンは俺にこう言った。スコアは星の記憶、星は消滅するまでのあらゆる記憶を内包していて、全ての命は定められた記憶通り。スコアはその一端を人の言葉に訳しているだけ。ならばシルビアのむごい死も定められていたと。俺はスコアを、いや星の記憶を憎。確かにむごい話ですわ。あれは未来の選択肢の一つに過ぎない。しかしそうして選んだ道も選ばなかった道も結局は同じ場所にたどり着くようにでき、そこに人の意志が働く意味はあるのか。結末は、そうだ、お前たちがスコアを禁じようともこの星は自ら未来の記憶を保持し、その通りに進む。バンが目指すスコアの消滅とは、すなわちローレライを、星の記憶そのものを消し去る。あらゆる命が自由な未来を生み出す権利を得る。俺はその理想を信じ、バンと共に行動。忘れるな、お前たちのやり方は手ぬる。お待ちなさい、あなたは。ナタリア姫、私の最愛の娘はもうこの世にはいないのだ。18年前に奪われてな。今の話が本当なら、星の記憶がある限り俺たちの選ぶ未来はどれもたった一つの結末にしか。だから兄さんはオリジナルを消そうとし、星の記憶を持たない新しいレプリカという人類に未来を託す。だとしても、だとしても結局オリジナルは消滅。総長の計画じゃこの世界の人は救われない。まあまあ落ち着いてください。今一番混乱しているの。ナタリア、一度城に帰ろうぜ。お父様。ナタリア。お父様、私辛かったであろう。だがもう、もうこれ以上神聖ローレライ教団との戦いにおいて最前線に。お父様。お前はスコアの処置について会議を取り行うため使者として、もう使命は済んだはず。なぜ血を分けた親子が戦う必要。血を分けた親子だからこそ越えねばならぬこともある。いえ、本当はわからないのです。お父様の言う通り戦わない方がいいのかもしれません。ですがみんなもラルゴが私の父親だと知っています。戦う私にはどうしたらいいのか。ナタリア、急いで結論を出さなくてもいいと思うわ。神聖ローレライ教団が戦いの準備をするのにも時間がかかるのよ。ああ、今アッシュがバン先生の潜伏場所を探しているはずだ。俺たちにもプラネットストームの停止作業がある。その間にナタリアは結論を出せばいい。残ってもいい、ついてきて考えるのでもいい。どうする。私ついていきますわ。そこで考えさせ。わかった、ナタリア、くれぐれも気をつけるのだ。ナタリア、顔色悪いよ。ごめんなさい、なんだか変な風に考えてしまって。どういうこと。私のせいであの人は六人称になった。私があの人の人生をこれじゃルークと同じですわ。そうだね、ナタリアらしくない感じ。本当ですわね。大体さ、赤ちゃんの時ナタリアが自分の意思でお城に行ったってわけじゃないしね。第一、結局神聖ローレライ教団に入って娘も生きてるオリジナルの世界を消そうと決めたのはラルゴなわけじゃん。ナタリア関係ないじゃん。そうですけれど、あいつ自分のしてきたことを誰かのせいにするような卑怯なやつじゃないよ。
アニス。ナタリアにそっくり。ガチガチに自分の責任を知ってるやつ。気にすることないない。ナタリアはいいとか悪いじゃなくて、どうしたいかを見つめ直せばいいんじゃない。アニスは時々大人ですわね。プラネットストームを停止させるにはどうしたらいいんでしょうか。プラネットストームは巨大な布陣で制御されている。ユリアはローレライの剣で大地を切り、布陣を描いたと言われています。ってことはやっぱり布陣をどうにかするんだよね。そうですね。ご存知の通り、ローレライの剣にはセブンスフォニムの結集、宝珠には拡散の作用がある。ユリアがローレライの剣でセブンスフォニムを集めてゲートを開い、宝珠で拡散することで閉じるべきでしょうね。宝珠を使うといっても、こちらで当時の資料をもとに宝珠を解析してみ。お願いします。ならその間ティアがそんなこと。いいんじゃないか。じゃあ後でまたここに集合ね。はあ、イオン様はここと連絡を取って教団を運営していたんですよね。そうだな。ここが事実上のローレライ教団の中枢だもんな。私も頑張ろう。ここの人たちと渡り合わないと。なんで。まだ秘密だよ。それよりナタリア大丈夫か。ん、うーん、じゃないよ。幼なじみでしょ。ほれ、元気づけに行け。体は大丈夫ですか。今のところは。でもティアとミュウに。ミュウ知ってるですの。そうですか。ティアは知ってしまいましたか。かわいそうに。うん、心配かけちまったなって。ルークは鈍いですよね。そんなことないけど。そうですか。では逆に意識しているから気づいていない。それとも防衛本能ですかね。何の話だ。ティアに会ってきなさいと言っているだけです。さあどうぞ。ティアは冷たそうに見えるけど優しいな。なんで。お前ティアのことはちゃんと見えてないんだな。見てるよ。いつもきついぜ。ま、その分たまに優しいけど。アホが。あからさまな優しさしかわからないのはただのガキだぞ。気づいてないなら。動画見てくれた。お、見た見た。お、見た。お、見た。チャンネル登録をした。え、したしたした。おお。あ、ってことはもう動画を見てくれた皆さんもチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。